仙北高速鉄道線。仙北高速鉄道線は、大阪府堺市北区の中本駅から、大阪府泉市の泉中央駅までを結ぶ、仙北高速鉄道の鉄道路線である。仙北高速鉄道、仙北高速、仙北線と呼ばれることがある。駅ナンバリングで用いられる路線記号は、SB、南海電気鉄道高野線と、 相互直通運転を行っており、詳細な運行形態は後日、堺市中区、南区、泉市、岸和田市東部などから、堺市堺区、大阪市中心部への通勤、通学路線となっている。かつて南海電気鉄道が建設し直接経営することが検討されていたが、1960年代後半頃から1970年頃にかけて、 南海電気鉄道に重大事故が頻発して重い、負債がのしかかり、多額の投資が必要な新規路線を持つことを断念し、トラックターミナル運営のため、大阪府が設立した第三セクターである、大阪府都市開発株式会社が経営することになった。1971年の開業時は、全業務を南海電気鉄道に委託していたが、 段階的に直営開港を進め、最終的に1993年4月1日に全業務を直営化した。その後、2008年から大阪府都市開発の株式を売却する動きが見られるようになり、最終的に2014年7月1日に株式が南海電気鉄道に譲渡されたため、詳細は、仙北高速鉄道株式売却問題を参照。 大阪府都市開発は、戦北高速鉄道株式会社に、称号を変更した上で、南海グループに入った。2006年7月1日より全線でピタパとアイコカが使えるようになった。また、2007年4月1日よりピタパに定期券機能を付加する、ピタパ定期サービス、南海との連絡定期にも対応が利用できる、うになった。 さらに2013年3月23日より IC 乗車カード全国総合利用開始でキーとかパスもスイカ、マナコとかニモカ、早川県、ュゴカも利用可能になった。多くの区間が高架であり線路の両脇に道路が並行して設けられている。踏切は中本駅東側にある中本トンネル手前の一箇所のみで、 中本津トンネルより先には一切設けられていない。また、中本津駅泉川会駅間の建設時には大阪市交通局が技術提供をしている。中本津駅を出ると南海高野線の上下線に挟まれながらしばらく並走する。品野池のあたりで下り坂となり、旧中本津球場手前あたりで地下トンネルの中本津トンネルに入って南に折れて、 南海野線と分かれる。線路はそのまま南側にカーブしながら、白鷺公園の真下を潜り、さらに南西にカーブしながら、公園の中で、再び地上へ出て、高架橋の高さまで上り坂となる。公園を過ぎるとすぐ中区に入り、高架駅である、深井駅の手前まで、ほぼ直線に進む。線路は南東にカーブする地点に、深井駅がある。深井駅を過ぎると直線に進み、 線路の両脇に、不動堺鞘山線、通称、仙北一号線が合流する。半話自動車道、半話道の高架を潜るあたりから東気川流域の田園風景が広がる。東気川を渡るあたりで急に上下線間が離れる。ここにはかつて新駅設置の構想があり、その新駅を想定した島式ホームのスペースが設けられたが、乱開発につながるとの懸念から、 結局、新駅設置は見送れ、一帯は市街化調整区域に指定されており、将来的な利用客の増加は見込めなかった。現在その場所には、多蔵の変電所と工事用車両の引上げ線が設けられている。田園変電所を過ぎてしばらくすると給料部に差し掛かり、不動境千北環状線の田園大橋を潜ると、南区に入る。ここから終点までは、仙北ニュータウンを横断して、 トリベール泉に至るニュータウン間となる。ニュータウン地区は三本の河川によって4地区に分かれ、丘陵部では掘り割りないし地平を、新植国では高架を走る。南区に入ると線路は南西にカーブし、両脇を並走する、千北一号線は、不動堺鞘山線が分岐して本線が、不動富田林泉大津線となる。カーブが終わるあたりに、泉川海駅があり、ホーム南端が、 少しカーブしている。泉川岡駅を過ぎると終点まで、ほぼ直線となる。石津川の侵食による上上谷を渡り、次の丘陵部に差し掛かると、津賀、三北駅がある。津賀地区と呼ばれる。この丘陵は、東西幅が短く、津賀、三北駅を過ぎると、すぐ広角間となり、和田川の侵食による和田谷を渡る。なお、和田谷は、 三北と呼ばれる地域で、駅名はこの二つの地名を並べたものとなっている。次の急陵部に差し掛かりしばらくすると巧妙地駅がある。急陵上にある泉川岡駅から泉中央駅までのニュータウン4駅のうちと3駅は、すべて改札、コンコースがホームの上にある、京城駅だが、この急陵部にある巧妙地と、その放水路である海田川流域の微小な谷に位置する。 光明地駅の未公開駅となっている。光明地運転免許試験場の最寄り駅でもあり、また、泉大津駅、泉府中駅方面、河内長野駅方面のバス路線も充実しているため、利用客が多い。光明地駅を出るとすぐ、泉市に入り、南側に分岐する線路がある。これが、線路際に設置された光明地車庫へとつながっており、車庫では、 全般検査などの車両保守業務も行われている。巧妙地車庫の分岐を過ぎたあたりでは再び、掘り割り区間となり、牧尾川の侵食による池田谷を渡るあたりで、半和道の高架がオーバークロスして、線路南側に並走する。不動はさらにその両脇を走る。次の丘陵部に差し掛かると、終着駅の泉中央駅に着く。 半地下駅と言えるほどの深い掘り割りで、並走する半和道は駅前広場かのトンネルを通っている。近辺には、桃山学院大学などの教育機関や、テクノステージなどの企業団地がある。線路は、泉中央駅から先もしばらく伸びており、改装車の引上げ線として使われている。将来的にはこれを活用し、そのまま線南地域へも延伸可能な構造としているが、 現状では延伸の見込みは立っていない延伸の可能性の節も参照。中本津駅泉中央駅間の線内折り返しで各駅停車が運転されているほか特急、戦北ライナーや区間急行、準急行、準急が中本津駅から南海高の線に乗り入れて何倍駅まで相互直通運を行っている。以下に各種別ごとの運行外況を示す。 2017年8月26日改正時点では、日中は1時間に8本、区間急行が4本、準急行各駅停車が各2本ずつが運転されている。1981年11月22日のダイヤ改正から平日朝に重量編成の列車が多数運転されていたが、近年の乗客減少により、2012年11月23日の ダイヤ変更より、区間急行は、すべて8両編成となり、重量編成による、区間急行はすべてなくなった。その後2013年7月22日の列車編成、両数変更により、残る2往復の重量編成による、準急行が8両編成となり、すべての列車が6、または8両編成で運用されるようになった。線内に追い越し設備を持つ。 中間駅はないため、途中駅での追い越しが行われる列車は存在しない。よって、以下の全種別とも、仙北高速鉄道線内では、全区間選着する。2015年12月5日のダイヤ改正で、新設された、有料特急。運行本数は2017年8月26日改正時点で、平日上り12本下り11本、と休日十二往復。 泉中央駅南場駅間の運転で、仙北高速鉄道線の泉中央駅、泉川海駅の各駅と、南海高野線の天下茶屋駅、新今宮駅に停車する。南海高野線の特急、高野、林間が停車する、境東駅と、区間急行が停車する当線の深井駅は通過する。2017年8月26日のダイヤ改正で、平日の朝に一往復。 夕方以降に4往復、と休日も朝に1往復、夕方以降に3往復がそれぞれ増発された。1987年4月18日の地下鉄、御堂筋線中本駅延伸開業に合わせ、同年3月29日のダイヤ改正で、平日朝夕ラッシュ時に新設された、改正当日は日曜日だったため、運転開始は翌30日から。 仙北高速鉄道線の泉中央駅、深井駅の各駅と南海高野線の境東駅、天下茶屋駅、新今宮駅に停車する。仙北高速鉄道線と南海高野線の境界駅で地下鉄道筋線の利海駅でもある中本駅は通過する。運行開始当初は平日朝ラッシュ時に上り4本、夕方ラッシュ時に降り5本が運行されていた。その後、 1995年9月1日のダイヤ改正で夕方ラッシュ時の本数が3本に減り2000年12月23日のダイヤ改正以降2015年12月5日のダイヤ改正まで平日朝7から8時台の上り4本のみの運行となっていた。しかし2015年12月5日のダイヤ改正より一部の準急行を置き換える形で 運転時間帯が上り、下りともにほぼ終日へと大幅に拡大された。特に、泉中央駅発平日朝7時台の南海高野線直通列車はすべて区間休行となっている。また、日中にも初めて1時間に2本が設定されたほか、その他の時間帯でも1時間に1から3本が運転されている。また2017年8月26日のダイヤ改正では、 夕方以降の区間休行がすべて準休行に統一された一方、昼間の区間休行が1時間4本に増発された。平日朝ラらし主事の8両で運転される上り列車は、泉中央駅天下茶屋駅間で、南波より前から4両目の4号車を女性専用車としている。南海高野線との直通列車として終日運転されている。 仙北高速鉄道線の各駅、中本駅を含むと、南海高野線のモーズや渡駅、三国が丘駅、堺東駅、天下茶屋駅、新今宮駅に停車する。日中は1時間に2本運転されている。かつては日中は6両編成、ラッシュ時には8両編成の列車が多かったが、2017年8月26日のダイヤ改正以降は、 大半が8両編成の運転となった。自社車両の比率が高いのも特徴である。2000年12月22日までは、南海高の線が日中15分間隔であったため日中は1時間に4本。他に、線内折り返しの各駅停車が2本であったが、その後2015年12月4日までは、南海高の線が日中12分間隔であったため日中は、 各駅停車と統合され1時間に5本が運転されていた。大半は始発から終点まで対比なしで先着していたが2017年8月26日のダイヤ改正で一部の準急行が境東駅で上下とも戦北ライナーの通過待ちをする列車が設定された。高野線を含めて準急行が通過待ちを行うようになったのは初である。 中本駅、泉中央駅、一部工業地駅間の線内で折り返し運転を行っている。かつては、南場駅まで直通する列車が、平日の深夜の上り一本、2013年10月26日のダイヤ変更までは土曜、休日にも、運転と2015年12月5日以降に、新設された日中、泉中央駅発では12時台から14時台の1時間に2本が、 運転されていたが、2017年8月26日のダイヤ変更で、両車とも運行を終了した。原則として6両編成か8両編成での運転だが、以前は昼間時間帯の南馬駅まで運転される列車に限り、南海車の4両編成で運転されていた。線内折り返し運転の列車は、中野津駅で、高野線の各駅停車との接続が考慮されている。 場合が多い。なお、境東駅で、仙北線に接続する、各駅停車に接続する河内長の、橋本方面の急行、快速急行、区間業に関しては、天下茶屋駅、新今宮駅、南馬駅では、境東で確定乗り換え、中本で、仙北線に接続と案内される。中本駅で、区間急行や、仙北ライナーの通過後の接続になるために、 下りは、仙北線内、上りは堺東駅園の、優等列車停車駅までの再先着列車にならない、ケースがある。2015年12月5日のダイヤ改正では、中本駅を通過する特急、仙北ライナーや、区間急行を保管る設定となったために、仙内折り返し列車の運行本数が減らされている。開業時は、南海電気鉄道に業務を委託していたため、 南海の乗務員が、仙北高速鉄道線内も乗務していた。しかし、1986年、昭和61年に、鉄道事業法が交付され、従来の方式のままでは、第三種鉄道事業者となり、運賃や料金の決定、運行計画の策定を自社でできなくなるため、これを維持するためには、自社の運転士が必要となる。 第一種鉄道事業者への転換が必要となった。その結果、1987年、昭和62年8月に、第一種鉄道事業者になることを決断、1988年、昭和63年3月24日に、運輸省の認可を得た。これを機に、自社運行へ段階的に移行することとなった。1990年、 平成2年7月1日にまず船内を折り返し、列車から仙木高速鉄道の乗務員による運行が開始され、1994年、平成4年4月5日より、区間急行を除く全列車が仙木の乗務員による運行となった。これにより、中本駅で南海と仙木の乗務員が交代する運行方式となった。ただし、区間急行については、境界駅である。 中本駅を通過することから、南海の乗務員による運行を継続することとなった。なお、1995年の泉、中央駅延伸後は、光明地泉中央間に限り区間急行も、戦北の乗務員が運行していたが、2015年12月5日に、区間急行が増発されたため、この日に運転を開始した特急とともに、全区間を 南海の乗務員が担当するようになっている。また、公明地車庫がある関係上公明地駅で乗務員の交代を行う場合がある。戦北高速鉄道線の近年の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。仙北高速鉄道線の近年の収入実績を下表に記す。表中、収入の単位は千円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最,最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 南海電気鉄道の乗り入れ車両は高の、線所属車両の内ズームカー、17メートル級に、扉車以外の車両が乗り入れる。特急用車両は2015年12月5日より1万1000系。ダイソーは、南海本線所属の1万2000系を借り入れた上で、運用が乗り入れている。2017年1月27日からは、自社保有の1万2000系が投入され、 現在は二編成の運用となっている。戦後日本の高度経済成長期に多くの若者が集団就職などで各地から大都市圏に移り住んできた。大阪府も例外ではなく北大阪の千里ニュータウンなど郊外での都市開発が活発に行われていた。そんな中、国鉄、現在の JR 西日本阪和線沿線と 南海高野線沿線の間の地域に新しい街を作るという構想が持ち上がり、仙北ニュータウンが建設された。仙北高速鉄道線は、仙北ニュータウンと大阪都心を結ぶことを目的として計画された。仙北ニュータウンの鉄道計画としては、大阪市営地下鉄1号線、現在の大阪メトロ御堂筋線の延伸案、国鉄半和線、南海高野線、 近鉄南大阪線からの分岐案が検討された。これら4案の中から、営業エリア上も問題がなく、輸送能力に余力があった南海高の線からの分岐案が採用された。概要説で、前述の通り南海電鉄直営が検討されたものの、南海電鉄が多額の投資が必要な新規路線を持つことを断念し、トラックターミナルを運営していた大阪府の第三セクター、 大阪府都市開発14年に南海グループ参加に移り、仙北高速鉄道に社名変更が1969年3月に中本津孔明池間の付設免許を取得。1971年4月1日に中本津泉川丘間が開業。1977年8月20日には光明地駅まで開業し、1969年に 免許を受けた区間がすべて開通した。しかし、1975年11月30日に、泉市で池田忠夫市政が発足し、その市政の下で泉ニュータウン構想が生まれ、仙北高速鉄道線を巧妙地駅からさらに延伸させてはどうかという話が持ち上がった。この時の泉ニュータウン構想が後に、現在のトリベール泉となり、 それに伴う泉市中南部の人口増加が1995年4月1日の泉中央駅までの開業につながった。仙南地域在住の住民から路線延伸の要望もあるが、貝塚・熊取方面への延伸については2004年の近畿地方交通審議会において開業40年での黒字化の見込みは低いとされている。 泉中央駅の引き上げ線の先には、不動223号線の終端部分まで広大な用地。一部は都市開発会社が所有が確保されているが、開業から20年以上経った現在も目立った変化はない。そうした中、2013年11月24日に行われた岸和田市長選挙で、同市出身の新人で、戦北高速鉄道の岸和田市への延伸を、 選挙公約に掲げた、市議吉則が当選した。前線大阪府に所在。上側は、大人普通旅客運賃。下側は、小児普通旅客運賃。単位、円。2014年4月1日改定。2015年3月1日、南海、千木の立次割引額引上げ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。